ライフハウスインターナショナルチャーチは、オーストラリアンクリスチャンチャーチズンに所属する、ペンテコステ派のプロテスタント教会であり、ヒルソング教会のネットワークの一員である。また、アークや、ジョイスマイヤーミニストリーのパートナーでもある。ライフハウスインターナショナルチャーチは、東京をはじめ、立川、横浜、厚木、横須賀、大阪、神戸、仙台、札幌、福岡、広島、パリ、 香港、台北、ホノルルに教会がある。主任牧師のロドビブ牧師が2002年に10人のオーストラリア人と日本人の夫婦と共に東京で教会を始めた。現在、東京の教会では1500人を超える人が礼拝に参加している。全キャンパスを合わせると5000人近くなる。ライフハウスでは礼拝で、 ヒルソング協会の賛美歌やオリジナルのワーシップソングを用いている。歌は英語、日本語に訳されてバイリンガルである。最新アルバムであるイン・ヤンネームは日本の iTunes のゴスペルカテゴリーで1位を獲得した。ロド・プラマーはもともとゴーシドニーのクリスチャン・ライフセンターの協力牧師であった。ロドとツマビブは国際的なミッションに関わり、 タイとインドネシアで教会を建てた。後にオーストラリアに戻り、7年間クイーンズランドのトゥーンバ、ニテックの教会を巻き返した。2002年、彼らは来日し、東京に引っ越し、16人のチームで教会を始めた。ライフハウス東京は毎年成長し続けていて、当初の16人から2017年には1500人が毎週参加している。 ライフハウスインターナショナルチャーチは国内とアジアに19カ所存在する。東京ライフハウス東京は2002年に16人のチームで始まった。現在1500人が礼拝に参加している。ロドビブ牧師によって巻き替えされている。東京の六本木に教会がある。立川ライフハウス立川は2015年に西東京で礼拝が始まった。 横浜ライフハウス横浜の礼拝2010年何名かの若いリーダーとチームでライフハウス横浜が始まった。東京とつながりを持ち、ジョシュアユキ、オサリバンが巻き返している。ライフハウス横浜ポップなスタイルで主にヒルソングのワーシップソングを用いて日英のバイリンガルの礼拝をしている。毎週日曜日午前11時と午後2時に礼拝を持っている。 礼拝は日本人から外国人まで広く国際的で子供から大学生、家族連れなど横浜の人口統計をよく表している。300人が毎週礼拝に参加しており15カ国を超える人々が来ている。厚木ライフハウス厚木は2015年に始まった。横須賀ライフハウス横須賀は2015年に始まった。大阪2008年東京から 二つ目の教会として、ライフハウス大阪を始めた。東京からの少人数のチームと、オーストラリアのチームと共に始めた。ロドビブ牧師のリーダーシップの下、ルーク泉、ケネディによって巻き返されている。500人を超える人が礼拝に参加している。2013年には神戸に教会を始めた。神戸ライフハウス神戸は、2013年に始まった。 福岡ライフハウス福岡は2014年に始まった。仙台東日本大震災をきっかけにライフハウス仙台は2012年に始まった。札幌2011年にライフハウス札幌は東京から数名のリーダーとオーストラリアの若者のチームと共に始まった。広島ライフハウス広島は2015年11月22日に最初の日曜礼拝が始まり、 2016年の頭に定期礼拝が始まった。名古屋ライフハウス名古屋は2019年に始まる予定。香港ライフハウス香港のバイリンガル、礼拝ライフハウスインターナショナルチャーチは2009年に香港で小さな教会を引き継ぎ、2011年6月にリチャードウェルシュ牧師が東京から香港へ移り、ロドビブ牧師のリーダーシップの下で、 巻き返している。2013年6月にライフハウス香港はモンコックにてモンコック通りにあるウィンセンチュリービルの11階のフロア全体を街道として開いた。ワイドスクリーンのあるモダンな作りで200人収容の会場である。英語とト東語でバイリンガルの礼拝をしている。教会は香港の急流側のモンコックに位置する。台北ライフハウス台北は 英語と北京語でバイリンガルの礼拝をしている。ライフハウスキッズは子供向けのプログラムであり、日曜日の午前の礼拝の間に行っている。午後3時礼拝中には子供のためのスペースもあり、コネクトグループに参加したいと願っている。親のために用意されている。バリ2011年、バリの小さな教会を引き継ぎ、現在のライフハウスバリになった。 インドネシア語のバハサ語で礼拝をしている。ライフハウスは、キリスト教ペンテコステ派である、オーストラリアンクリスチャンチャーチズに所属している。ペンテコステ派の福音主義の教会である。ライフハウスでは、多くの場合、ヒルソングの音楽を礼拝で用いている。日本語にも訳され、バイリンガルで歌われている。また、教会がオリジナルの曲や音楽を書き、用いている。ここ数年、 バイリンガルのワーシップ音楽のアルバムをいくつか出していて、協会で販売されている。In Your Name、Howard、King of Kings、Celebrate など、ライフハウスは年に1回、カンファレンスを開催している。ライフハウスカンファレンスは、毎年、世界中、日本中の地域協会を力づけるために開催されている。いろいろな国から3日間を通して、1000人以上が参加している。 定期的に日本にいる若い日本人や外国人たちを力づけリーダーシップとチームワークを立て上げるために開催されている。2011年東日本大震災の被害を受けた学生たちのために無料のホームステイプログラムを始めた。210人の学生が無償でアメリカ、オーストラリア、ニュージーランドに送られ、同年8月や9月に ホストファミリーとなった家庭に滞在し、英語学校に通った。ライフハウス協会は、アメリカン航空、カンタス航空、ニュージーランド航空、全日空、タイムアウトニュージーランド、ベルリッツ英会は、区、タフ NSW、ニュージーランド大使館、そしてアメリカ、オーストラリア、ニュージーランドにある、たくさんの地域協会とともにパートナーシップを組み、このプログラムを運営した。 ライフハウスグローバル2015年7月8日閲覧ありがとうございます。